はい、どうも、いがっちです。今回は後ろにあるこの目立つ看板のお蕎麦屋さんに行ってみたいと思います。最近こういう旭川の飲食店紹介してますけども、お蕎麦屋さん紹介するの初めてだと思うんですね。で、この蕎麦屋さんすごい気になったんですよ。よくね、この大通り通るんですけど、このね、看板がめちゃくちゃ目立つんで、で、僕蕎麦大好きなんで、すごいね、気になっていて、旭川に来て、もうすぐ2年ということで、やっと行くことになりました。金の蕎麦、行ってみたいと思います。いやー、楽しみです。めちゃめちゃ目立つな、本当ここ。駐車場もね、結構広くて、たくさん車止められそうですね。はい、こちらが蕎麦どころ金の蕎麦です。北海道旭川市四条通り19丁目にあります。営業時間は11時から21時まで、不定休です。お店の中に入ると食券を買う機械が2台ありました。こちらでメニューを見て注文していきます。で、冷やしかき揚げそばにする。それ、うん、何するの、あったかいやつ。店内はこんな感じで結構広々してて清潔感があります。それでは早速お蕎麦を食べていきます。美味しそう。うわ、いいなこれ。おー、色もいい。ネギたっぷり。見ただけでサクサクってわかるな、これ。いいね。じゃあ、いただきます。あったかいそばだよね。何そば？柏そば。あ、柏そば。熱そうだな、確かに。すげえ湯気。ネギの風味がいってさ。うん。柏って肉だよね。そうそう。肉入ってるそれ。入ってる、鶏肉。あ、本当だ。出汁が出てるよ。美味しい？うん、美味しい。そばのね、硬さもいいし、そばの風味もちゃんとするよ。うん。黒っぽい。色はなんかね、緑に見なくもないけど、黒っぽい。濃いね、色はね。じゃあ、いただきます。まず、このつゆをぶっかけるよ。大根おろしまず。これは混ぜるんだ。混ぜる。全部やらないよ。あ、そう。お好みで。うん。これ持ってくる。なんでそこにつけるかけるよ。うん。でもサクサクなんだか、それにかけない方がいいんじゃない。わさび何につけるよ。いや、つゆだよ、つゆ。そういうとかしかない。すごいとかそう、わかんねんな。全部かけたらいいのかな。いや、お好みだよ。うん。ちょっと私は残しとくけ。最初の食べ方が分からない。なんかすげえわさびがついてる気がするんだよな。これやばくない？ネギとかめっちゃ入ってるよ。まず麺から食べる。麺から。麺ね。なんでネギから食べちゃう？ほら。なんでネギから食べようとするの？ほら。行きます。うん。なんかすごくコシがある麺だ。うん。わさびそんな辛くねえんじゃないの？いや、わさびまとまってる。うん、ネギ、ネギと大根おろし、混ぜます。うまっ。かき揚げやばくない？かき揚げわさびめっちゃ。もう絶対サクサクするか、これ。絶対サクサクする。うん、うまい。
なんかそばが緑に見えるんだよな、これ。いいコシしてるね、これ。うまい。ちょっとわさびきつすぎたな。ごちそうさまでした。美味しかった。どうでしたか？てかさ、返却口あったよ。あった？